なんかになっとよよし、ファイティングガーっていこう。こいつらを叩くぜ。はい、よしよし、オッケー、ロックアップ。遅いか遅かったか今の。オッケー、結構反応、うん、まだまだですね。よし、準備ね、常に準備しといてね、指は。頑張れ。はい、払い切り、よし、オッケー。はい、腕で結局先制はにされちゃう。はい、1629強い。よし、よっしゃー、 HP が、なんもないのか。またかー、よっ、1、あ、ギリギリか、2、3、シュイ、倒せればいいけどね。ミスティックアーツ織り交ぜてやってみようか。さあ来い。どうだ、その最初か。ここは通常攻撃が多いんだよな。ブロック、オッケー、よし、頑張れ、強い強い強い、下下、左、じゃあ右上、オッケー、来た。トヨラさんとか大丈夫でしょ。大丈夫かな、大丈夫か。いや、危な、危な、発生しろ。うわー、トリガルさん間に合わなかったか。オッケー、あと相手も一体か。よっしゃ、投げただけ。オッケー、はあ、6になってる。お、ファイターなった。いいのか悪いのか分かんないけど、ファイターになった。あ、なんかある。よいしょ、いい、やったー。もうすぐじゃん。あー、じゃあまだ。よいしょ、あ、なんかある、なんかあるけど。あ、サイクスポイントか。痛い。よっしゃ、ファイティングガーツでいこう。やはりファイターになったし。ちょい、倒せないか。どっち、ありがとう。OK、
ゲーマーの鏡ですね。長いな。まだあるのか。あ、終わり。あ、着いた。イリーナ、契約してみせろ。レムナントの力を解放するのだ。そうすれば世界は変わる。死者さえも蘇るかもしれんの。死者？そう、お前の兄もだ。わかるな？死んだことにしてるのか。待て、人質がいる。下手に騒ぐな。でも落ち着け。奴らはただ者ではない。何をしてくるかわからん。これはこれは、ようこそアスラム公爵閣下。私を知っているのか。では話が早いな。我がアスラムに武装して侵入した上、レムナント・ラバーソーリ、レムナント・スキアボーナへの干渉、さらに未成年の誘拐、キコーラの行動は共和会議の精神に反する。処罰するには十分だ。こちらにも事情がありましてな。時には法に従えない場合もございます。不本意ではありますが。いや、わかりました。我ら直ちにここから引き上げましょう。アスラム公にはこれ以上ご迷惑をおかけいたしません。それでお許しを。ダメだ。直ちに人質を解放し降伏せよ。あまり欲張られるとアスラム公とて無傷では済みませぬぞ。随分と強気だな。後ろに誰がいる？ゴール公か？ゴール校ならばレムナントにはそれほど執着はいたしますまい。まさか貴様アカデミーのものか？アスラム校、イリーナ城は特別でしてな。サイクス夫妻がぜひレムナントの研究に参加させたいと。彼女自身も今はそれを望んでおります。こちらの不手際で少々連絡が遅れましたが。ふざけんな！誰が信じるか！イリーナ、脅されてるんだろ。大丈夫だよ、俺が来たから。イリーナ、おいで。まったく困った兄上だ。アスラム校にはもう少ししっかりとラッシュ殿を監視していただきたいものですな。我々の崇高な研究のためにもね。ラッシュ、よせ。邪魔するな。イリーナは俺が助ける。アスラム公、ラッシュ殿をこの場から退散させていただかないと
このままでは御身の保証は致しかねますな。まずはアスラムまで来てもらおう。真偽はアカデミーに問い合わせれば分かることだ。おお、まだ我らを疑いますか。仕方がありませんな。降りかかる火の粉は払わねばなりません。ちゃん今意識ないのか。イグナイトアイドルを倒せ。オッケー。あ、なんかいっぱいいるな。先に周りから倒していけばいいのかな。よし行こう。なんかなんだなんだ、魚人がいっぱいいるぞ。結局大災害か。わ、強っ。2000とか言ってたの。オッケー。あ、なんかでもそうでもないな。周りの第三委員会ボスが強いと思う。OK。 ベロカップ。うー、痛いレベル。来た、イグナイトアイドル。高速スマッシュなんでしょう。強っ。イグナイトアイドルに直接。ああ早い。痛み分け。あ、危ない。取り返せない。ヒール。あー素晴らしい。あ、素晴らしい。素敵な数。オッケー、あとボスだけだ。オッケー。強い。なんていうの、火炎、火柱、火炎、火柱じゃないか。4ヒットすんのこれ。5ヒットか。危なっ。よく残ったな。30よく残ったな。よし、絶対回復しないの。ありがとう。もうちょっとか。煉獄祭、祭りだ。祭り始まってる。くぅ、これは行く、行く、行く、行ける。なんか響き終わったら火の方向って何。くぅ、取られたい。上、よっしゃー、いいよ、惜しかったー。やったー。アイドルのかけら、破片、火の、まあ、札、摩擦、まあ、札、ユニークモデル。よっしゃ、勝ったー。強かったなー。またちょっとね、ボスで足止め食らうかと思ったけど
なんとかなった。これはこれは手加減しすぎましたかな。ワグラム殺すつもりか。アスラム校だぞ。構わん。レムナントの真の力も解放できず、レムナントに消耗されるだけの小僧だ。我が古き力の名約に従い、虚空の門を開け。これでね、お兄ちゃん生きてるって分かったから、まあよかったね。で、まあ、戻りましたと。要するに所属不明の部隊は結局所属不明のままだと。その正体も目的も何一つ明らかにはならなかったのですね。うまいな。大した報告だ。いや、みんな演技がうまい。自分の領地のことすらまともに対処できないのですか。まったく、これでは先代のアスラム校も浮かばれませんな。ともかく、きっちり報告をさせていただきますぞ。いいですな。なんであそこまで言われなきゃならねえんだ。まあまあ落ち着いて。なぜ嘘の報告を。やつらアカデミーのものだと。ありえるか。アカデミーはさまざまな分野を研究する総合機関ですが、レムナントを使った非合法の実験を行う部署もあると噂されております。あるいはそこに所属している者たちかもしれません。アカデミーは世界的に影響力を持つ組織だ。セラパレスとて例外ではない。まさかクーバイン校が関与していると。わからん。だが万一ということもある。今クーバイン校にこちらの動きを把握されたくない。わかりました。しかしあまり無茶をなさらぬよう。アスラムが亡くなってしまっては元も子もありませんからな。分かっている。なんか難しい問題なんだろうね。政治的なところとかね。やれやれ、やっと使者たちから解放されたよ。眠れなかったのか。俺はイリーナを助けられなかった。クソ、イリーナ、俺はどうしたらいいんだ。ラッシュ君、落ち着くんだ。イリーナ女は生きている。我々が脱出した後、ブラックデールから光が飛び去った。そこに少女の姿が確認された。情報を照合した結果、少女はイリーナ城だと分かったんだ。本当に。まあそれ生かしておくだろうな。マグズが駆け回って調べてくれたんだ。彼女は生きている、間違いない。どうした。でも俺にはイリーナを助ける力がない。しっかりしろ、ラッシュ・サイクス。お前がそんなことでどうする。お前以外に誰がイリーナを助けられる。そうだな、俺どうかしてたよ。俺もできる限り手伝う。
諦めるのはまだ早いぞ。ダビッド、ありがとう。ワグラムという魔導士はアカデミーの関係者かもしれん。ならばこれは世界規模の陰謀だ。お前一人の問題では済まない。それにイリーナ城は我々の命の恩人だ。アスラム公爵ともあろうものが恩人を危機にさらしたままではおれん。いいのかよダビッド、勝手に決めちゃってトルガルに怒られるぞ。俺のケツを拭くのがあいつの仕事さ、赤ん坊の頃からな。ひでえな。イリーナ城の行方が分かり次第連絡する。ああ、俺も調べてみる。うん、ダビッド様、この一件まだお調べになるつもりですか？当たり前だ。アスラムを怪我した奴らをこのまま放っておけるか。あの魔導士ワグラムの正体を突き止めろ。アカデミーも揺さぶるんだ。イエスマイロード。うん、ダビッド君もちょっとね、なんか闇がありそうな感じだけど。離脱しちゃった。はい、ということでちょっと長くなっちゃったかな、今回ムービーもあったんでね。というわけでちょっとイリーナちゃんに会えたね、少しね。よかった。ラッシュ君も少し強くなったかなっていう感じで、また次回この続きからやっていこうと思いますので、ちょっとね、もう眠いね。もう2時過ぎちゃったからね。じゃあ今日はこの辺で、お疲れ様でした。はい、この動画少しでも楽しめた方がいらっしゃれば、よろしければグッドボタン、あとチャンネル登録などなどしていただけるとモチベーションにもつながりますので、よろしければぜひよろしくお願いします。今回も最後までご視聴ありがとうございました。